今井隆次第は、地方競馬の名古屋競馬場、竹下直人旧者所属の騎手。日本初の平成生まれの騎手。小学校の頃から父に、名古屋競馬場や笠松競馬場に連れて行ってもらい、中学に入ったあたりから騎手を目指し始めた。地方競馬教養センター騎手家庭第84期生で、同期に、京馬優太、花本隆一がいる。2006年9月29日付で、 地方競馬騎士免許を取得。同期の二人は昭和63年生まれのため、今は日本で初めての平成生まれの騎手となった。同年10月23日、名古屋競馬第一競争で5番人気高尾リーズンで初騎乗。同日、第二競争を3番人気、北高ラブリーで制し、2戦目で初勝利。2007年9月21日、名古屋競馬、 第2競争を大賞ロマンで制し、地方競馬通算50勝達成。同年、日本プロスポーツ大賞新人賞受賞。2008年1月14日、第22回全日本新人王相派戦出場。同年2007年愛知県、競馬組合特別表彰受賞。同年9月17日、名古屋競馬第5競争を、新名ブラヌスで制し、 地方競馬通算100勝達成。2010年に結婚。同年4月21日の名古屋競馬では、第8競争で、夫婦2人の名前を冠した、結婚記念競争が開催され、今井本人も出走し7番人気、グランプリジョニーで2着となった。2012年の東海ダービーを、マイネルセグメントで勝ち、平成生まれで、初のダービージョッキーとなった。同年7月8日、 中京競馬場、第8競争で JRA 初起乗。2013年10月23日、笠松競馬第12競争を、フェリーチレガロで制し、地方競馬通算500勝を達成。2016年6月12日、阪神競馬場、第2競争で6番人気東方リーガルに起乗し、JRA 初馬券圏内となる3着に入った。2018年12月20日、 名古屋競馬第7競争を東方宇野で制し、地方競馬通算戦勝を達成。ありがとうございます。